聞いてみればいいじゃん。わあ、気持ちいい。あれかな、母のとこ。
らないでください。狭いとこで看病するんやな。ベッドと机、歯間室かなんか？身体器官調査。え？肝体器官調査。便所と風呂。便所と風呂。長官寝室、東郷平八郎、こんな背ちっちゃいの？つっかえちゃうよね。あ、これ出てくるよね。ここロケで作戦会議とかするとこ。東郷源泉遺髪がここにもある。
視聴ありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています。チャンネル登録どうぞお願いします。